今回は、始祖奪還作戦に対する、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。始祖の巨人奪還作戦とかいうあたおか作戦。作戦実行役は4人の子供だけです。上陸から壁内までは無垢の巨人で溢れてます。自分の蒔いた種。海岸から壁まで移動は徒歩です。巨人と遭遇したら自力で撃破するか逃げてください。でも壁に近づいたら壁破壊実行以外で巨人化しないでください。当然壁際の方が巨人遭遇のリスクは高い。壁内に乗り込んで悪魔の中に紛れてください。スパイ活動をして始祖の巨人の位置、明らかにトップシークレットを含む壁内の内情を探ってください。始祖の巨人、すべての巨人を操れるという前情報ありを撃破して能力を脱出してください。危険な袋を乗り越えて海に到達してください。お帰り。ご苦労。始祖の巨人を脱出した貴様には尊い名誉が贈られるだろう。命と引き換え。始祖の巨人継承者以外の戦士も結局13年以内に死にます。なんなら始祖の巨人奪取に成功したので、どうにかしてさらなるエルディア人の兵器転用方法を考案します。もしかしてマーレってバカなのか？こんな作戦本気で実行できると思ってんの？なお子持ちの医者が一人でほとんど完遂した模様。冷静に考えるとこれを本気で実行できると思ってんの頭回れすぎてドン引きだよ。いやグリシャヤバすぎだろ。なんだよあいつ本当なんなんだよ。そうか、この返しが正直もうすでにアホよな。敵が白旗あげるまで暴れ回る侵略作戦と、いつを受けに気取られて地ならしによる反撃をされるかもしれない。実際は付箋のちぎりでされないが、奪還作戦を同列に扱うのはどうなのよ。子供だろうと巨人を継承すれば一国を落とせる破壊力を持てるのは事実だぞ。潜入と情報がメインの任務にそんな破壊力なんて大して意味はないがな。名前忘れたけど軍の決定には疑問だなんだって言ってる人はまだ発想がまともだよね。普通はこんな作戦正気じゃないって思うのが普通だよ。せめて人数分の馬くらい出してやれと思う。戦士候補生も通常の戦場で戦闘するみたいだし、壁外の戦争やガビの発言を見るに馬術は必要ない技能として訓練されてなかったんだろうな。この時点でパラディ島上陸作戦が中古しらえのライブ感作戦だとわかるよね。今お前なんて言った？偉大なるマーレ上層部の作戦を否定したのか？軍内部でこのパワハラ理論がまかり通ってたせいで頭いい奴らが反論できなかったんじゃないだろうか。こんな深夜に酒場で考えたクソみたいな作戦が本気で採用される軍部とかありえんやろ。特に戦闘訓練もしてないのにクソ強な医者は何なの？マーレにとっては想定外だからしょうがないけど、壁の中は中で化け物クラスの戦闘力があるアッカーマン一族が3人いるのもひどいと思う。調査兵団とかいう死に急ぎイカレポンチ集団も定期的に壁外さまよいてるからな。これでもラッキーな方だったという。なんやかんやあと一歩で成功まで行った戦士組は本当にすごいと思うし、マーレ上層部はできて当然だと思ってそう。差別思想の愚かさがここにも出てるんじゃないか。相手を脅威だと思うと同時にとんでもないアホだと思ってる。壁内がクソバカの集まりだと思ってるから子供4人で思想を奪えると考える。さすがの上層部も5年かけた挙句任務に失敗して、貴重な9つの巨人を2つ失った時は開いた口が塞がらなかっただろうな。しかも敵のメイン兵装は空飛ぶ装置と剣とか報告受けたらエルディア人が凶暴して責任逃れに敵とをぶっこいてるとしか思えんやろ。マーレの想像力の足りてなさは問題だけど、調査兵団と立体起動装置の存在はどう考えても世界が生んだバグで想定できるわけないの。笑うしかない。王家に技術が抑制されてたとはいえ、巨人相手なんて大砲やら銃で拠点防衛しながら戦うのが普通だろうに、生身でカッポンでブレードでうなじを直接えぐり切ります。はバカなんよ。他の巨人全部失っても穴埋めできるくらいジークが有能だからなあなあで済んだ。そうじゃなかったらもう責任問題でエルディア人どころかマーレ人の偉い人までめちゃくちゃなってそう。パーフェクトゲームの時のシャリキさん、後から考えると働きすぎてて笑えてくる。情報収集調査兵団が来るタイミングを調べる大量のエルディア人を死なないように、調査兵団にバレないように埋める。遅すぎると頭数が揃わない、早すぎると無垢になる前に死ぬ。大量のエルディア人を殺さぬよう介護。これは多分兵士全員でやってるはず。ジークのフォロー、ライナーの回収。逆に言うならただの医者の癖してやり遂げたグリシャって何なんだろうな。むしろここまで来るとマガと隊長が異端に見えるけど、戦士の育成係として具体的な戦士たちのスペックと所詮精神は子供であるということを重々理解していたからこそなんだろうな。上層部にとっても戦争は前線からの報告で聞くものでしかなかったのが原因なんだろうか。
今まで策を練る必要もなく勝ててたアンドエルディア人を恐れるとともに見下してるから、そんな愚かな奴らに対して自分たちが負けるわけないという過信だろうな。散々悪魔だと教え込んできた民族の中に子供4人だけで潜入させるの、それこそ悪魔の所用すぎるだろ。かつてのガビが実行役で参加してたら悪魔アレルギーでメンタルボロボロからの即バレ確定やろ。最悪巨人4つが不見派に渡ってエルディアと合流されるのに何考えてんだろ。戦力的な意味では巨人の方が文明遅れの引きこもりたちより戦闘力が圧倒的だし、裏切り的な意味ではマーレに家族人質がいるから大丈夫だろみたいな感じじゃないかな。当時読んでて考察してた時、仮にライナーたちがどっか別の場所とか国から何かの作戦で来てたなら指揮官的な大人がどっかにいるはずだって思ってたけど、答えがバカな国だからだとは想像できなかった。マーレはエルディア人を人と思ってない層もいるけど、ぶっちゃけ巨人化の能力含めて親バカみたいにうちの子たちならやれるって評価してる層もいるからな。立体軌道を予想しろとは言わない、ただなんでノウノウと生きているだろうみたいな希望的観測で攻めているんですかね。全体が頭悪悪すぎて突っ込まれにくいけど、思想撃破して脱出しろってのもまあまあ無茶言ってて草ですよ。楽園送りそのものはまあいいよ、何人かついていってやれよ。調査兵団にはリヴァイがいるし、そのそばにはケニーがいる。嫌なばらけ方してるな、アッカーマン。一番クソバカなのは道中でトラブルがあった時どうするかを臨機応変で済ませたとこだと思う。普通途中で誰か食われた場合の指示ぐらい出すだろ。高度な柔軟性を維持しつつ臨機応変に対処せよとか言ったやつがおったんやろな。命じる方もおかしければ真面目に実行しようと年単位で頑張る方もおかしいし、ワンチャン達成するのも全てがおかしい。ぶっちゃけしその巨人の能力が発現した時、ベルトルトはライナーのことと失態も相まって死にたくなっただろうな。全方位と戦争してるから最大戦力の獣と情報に最適の射力を送り込めないのクソバカ国家すぎて笑うしかない。だってキューツと無垢の巨人戦力あれば無双できて全世界と戦争しても今までなら勝ててたし、多分正直巨人選択もなんかおかしい。起爆剤の超大型とつなぎの鎧はわかる、これこそ長距離マラソンなんだから射力持っていけよ。威嚇のためなら爆弾あれば脅威になる、獣と器用な目型でいけるよ。アギトは中身考えると始祖奪還のがいい。マーレって不戦のちぎり知らないのに昔の言い伝えだけでとりあえず壁ぶち破っても大丈夫だろうとか言い出したの。兵装のメンテとか補充できない車力ってかなり長所なくなるから、パラディ島に長期間送り込むのは向いてないかも。獣が戦力として大化けしたせいでいろいろと雑とか言ってたら航空戦力が無視できなくなってきた。鎧がなあ、壁外でも壁内でも対策されてるのが何気に悲しい。でかい機外が何千年もかけてやっと鎧貫く砲弾生み出したのに、なんで壁内は誰でも使える武器として量産してんだよ。鎧と初戦闘から数ヶ月程度しか経ってないだろ。国家がナローチーと地味た力から200年もすがりまくれば民衆も大体アホになるわな。ぶっちゃけなんもかんもマーレ上層部がアホなせいだよね。あいつらがもっと見苦しく無様に踏みつぶされる様を見たかった。いけるいける、訓練してないおっさん一人で完遂できたんだ。訓練上位4人なら子供でもセーフ。ライナーの頭がおかしくなるのもわかるくらい頭おかしい作戦だよこれ。虎の子の巨人を使うあたりも玉砕覚悟だったんかな。それにしても投げやりに過ぎるけど、ジークが生きてるうちは投擲と無垢の巨人で大抵なんとかなるとはいえ、巨人4体投入ってだいぶ思い切ってるな。名誉マーレ人一期生だから多大な成果が必要なんだ。マーレ軍のメンツを考えると大博打だとしても突っ込むしかない。こんなクソみたいな上層部でもちゃんとした戦術を持つ他国に勝てるだけ巨人の力ってやっぱ偉大だよな。だからこそ戦争にそんなチート兵器持ち込むマーレとエルディア人がヘイトされてるんだろうけども、子供じゃなく悪魔だからいいんだよ。悪魔なんだから人類虐殺もスパイ活動も心痛めることなくできるだろ。綱渡りにもなってないくらい作戦に夢と希望を詰め込みすぎなんだよな。てか巨人使って生きりすぎたので、他の武力に追いつかれる前にさらに巨人を強くしようって思考がすでにアホ。我らがマーレの作戦を疑うとは。でも東大の戦士たちは皆歴代と比較しても優秀だったから、いや戦場起用ならともかくスパイは無理じゃないかな。エルビンとかアルミンが聞いたらそっと押しそうな作戦だなほんと。もしアルミンやエルビンが初めからマーレ側だったら無謀だと思いつつも実行はしてそう。せめてマガと隊長だけでも連れて行けたら多少はマシだったろうに、それでも4人の子供に任せるのは無理ゲーだろうが。グリシャがすごいのは事実だけど、やっぱり大人同士で情報共有してるから始祖奪還成功したと思うんですよ。子供云々も論外だけどさ、情報量が少ないよあいつら。
思想奪還した後エルディア人を生かすか殺すか議論になるだろうってあたりは伏せたとして大体は教えてたんじゃないかね。伏線のちぎりでどうあっても血ならしの行使はできないってのは知らされてなかったんだっけか。この作戦せめて車力をタクシーに使えってよく言われてるイメージある。進撃の子供って過ちをちゃんと理解できたりか大人びてるから忘れがちだけど、ライナーたちが作戦実行時小5か小6ランドセル背負ってリコーダー吹いて給食食べてるような年齢どう考えても頭おかしい。悪魔の末裔引き連れて悪魔の末裔の島なんか行きたくないよ。バイマーレ人気持ちはわかるが、軍人なら生命落としても悪魔どもの中に潜入する気概は持っててほしいわ。もちろん俺は嫌だがな。精神論述べても無理なものは無理。このスレで矛盾点を真剣に考えてる住民のこと考えると水を差すようだけど、作者はマーレのモデルからして戦士たちを人間扱いしてないと言いたいのでは。バイオハザードに例えるならマーレの戦士は B おう、わらと一緒。ジークアミライナーはリサトレバーのような悲しき過去のあるクリチャーで、ベルトルトは人体の不思議点のご遺体標本がモデルの超大型巨人が、かゆい馬に死のハンターの皮をひんむいたゴリラのようなやつハンターやタイラント。ベルトルト自体は若い娘が犠牲者のリヘナラドールのような被検体の背景なんてどうでもいいキャラ。ピークは兄がいなくなって男ばかりのマーレ軍のテコ入れのため投入された若い女兵士に過ぎない。ハンジが無垢の巨人に人体実験してるのと一緒で、現実社会で人間の利益のために小動物を実験台にし闇に葬ってるようなのがマーレの戦士エルディア系マーレ人の人権なのでは。虫も小動物も供養している企業などもあるだけマーレよりかはマシだけど。そうか、たった今その子供たちが国を一つ踏み潰してみせたじゃないか。いやマジでマルセルが生きてればちゃんと成功してたよ。兄のセリフからして作戦のようだったのは明らか上層部に落ち度はない。頭もあれですか？ IQ3 くらいですか？そのマルセルが食われた直接の原因がユミルブスを楽園送りにしたことなの。ほんと頭もあれすぎる。楽園送りとかいう悪趣味イベントをやらなければ立体起動装置みたいなアタオ歌舞伎が作られることもなく、思想取りに行くのも問題にならんかっただろ。ライナーたち兵士としては優秀だけど、諜報や工作員の訓練受けてるように見えない。初っ端から、避難民を装うために滅びた村の生き残りから情報を聞き出した挙句、自殺に見せかけて始末するのは芸が細かすぎる。今までも、他国の要所に潜入するのに無害な子供を装ってなんていう訓練を積んでたのかも。このベルトルトのセリフにもある通り、戦士組が手を下したのでなく、自分で首をくくったと思うのだが。潜入矢印巨人化って戦術がクッソ有効だから、その人もある程度潜入情報の訓練も受けてはいると思う。ただだからといって、子供だけで放り込むのは正気とは思えんが、巨人の能力だけじゃなく、資質も鑑みるとピークが最適だったろうね。車力なら普通人と一緒でも問題なかったろうし。事故でいきなり体奪われてたわけだし、喪失のリスク軽視できる判断がわからない。軍が巨人頼りのマーレとしてはどっちにしても自利品だったので、判断としては間違ってない。どんなリスクを冒してでも思想を手に入れる巨人の力を自在に使えるようにするべきタイミングではあった。幸いなことにジークか超大型さえいれば戦場はなんとかなるわけで、なんであの雑な作戦でいけると思ったのかはわからん。せめてベルトルトライナーとジークピークは逆だろ。これで巨人と行方不明になったらマジでバカだよ。巨人と遭遇したら自力で撃破するか逃げてください。この部分をグリシャは初変身で巨人を拳でなぎ倒しながら壁付近まで行くという、文字通り力技で攻略したグリシャ進撃はマジでフィジカルがおかしい。その日は巨人をほぼ見かけなかった。だから確実に複数をやってるんだよな。隠れてきたとかでもなく、少なからずエレンが未来から始祖サポートしたんじゃないかな。ムクはグリシャを邪魔しないように遠くにやるとか、まあいくら不戦の誓いで弱体化したオーケストといえどフィジカルでねじ伏せるグリシャ進撃は才能おかしいけども、散らしてたんなら朝から壁外調査に出てたキースがその日はと言ってると思うんだよな。その日の帰りはと言ってる上全く見なかったわけでもないし、あれだけの強さが証明されてるんだから、いちいちエレンの介入を疑わなくていいと思うわ。一人でできるっつう証明のためのクソ強描写だろうし、介入前提で考えるならあそこまで強く書く必要がないので。天と地の戦いを見たらムクどころか目が新しき巨人をパンチ発で沈めている。天と地の戦いだと原作は初っ端な鎧かアギトっぽいのも一発でのしてるし、アニメだと一撃で2体同時潰しまでしたからな。ムクではなく9つの巨人をエレンたちみたいに特訓も受けてない、対戦経験もさほどなのにあの強さは規格外としか言えない。本来の予定では壁壊した時点で壁の王が全面降伏矢印洗脳で壁の民もムク巨人も無力化なのでは。タイバー家に伝わってる初代壁の王との約束的に
作戦決定した上層部が不戦の地切りをどこまで知ってたかよな。少なくともダイバー家は出電してないから上層部もある程度は理解してるはず。最高のあたり聞けば巨人に閉じ込められた無気力国民と受け年前の軍事力しかなく戦争も知らない国巨人が蹂躙しても対抗策がなく滅びを待つだけの国から怪しい動きをする権力者を拉致る簡単なお仕事です。いやこれでも結構難易度高いな。少なくともライナーたちは不戦のちぎりについて普通に知ってるし、なんならクサバーさんも知ってるから割と知られてるはず。巨人の能力持ちにやらせたらなんかうまくいったかける数百回で全てを成し遂げてきた国だろうからいろいろと麻痺しちゃってたんだろうな。欲のゴリ押しが大正義になちゃうと成功体験から外れて考えられなくなっちゃいそうだしね。下手にゴリ押しせずに策を練ると帰ってつけ入る隙を与えかねないしね。生地グリシャができたせいで読者側の認識もバグってるのがひどい。読者から見ると成功率の作戦だからな。作中の描写を見るにグリシャは未来の情報なしで、辺境貴族を装っていた壁の受けを突き止めて隠し部屋まで自力で見つけた諜報員として優秀すぎる。エルディアを復権することと家族を守ること以外何でもできる男だからな。未来のエレン視点だと親父がやれるのは知っていたけど、グリシャ視点だと手探りで実行する羽目になっているのがひどい。エレンも記憶ツアーでこんなに早かったのかってびっくりしてたからな。いろんな理由あるだろうけど、一番は俺がするわけじゃないしだと思う。アギトより車力派遣してやってよ、壁までにたどり着くのかなり楽だろう。元スレでも言われてるけど、人数分と予備荷物持ちの馬は用意してくれたから徒歩ではないんだよね。それでも近くまで車力で送ってやれとは思うが、途中でマルセルがやられたから余計。壁の前まで飛行船で送ってくれればいいのに、徒歩で行こうとしたらそりゃ食われるに決まってんだろ。だが小村襲撃の時は、ウォールマリア内に飛行船で兵員や物資を移動させていると思う。車力だけでは運べないだろうから、なんで最初からやらなかったのか。失敗した一員に楽園送りし続けた結果にコミットしすぎた立体起動装置ができちゃったのがね、慢心してるゆえに巨人を一斉には送らないから結局全部投入することになるし。まあ実際に子供でも国を滅ぼせる力を持ってるわけだし、過信しちゃうのはわからんでもない。二次大戦期の日本みたいなもんだろ、神風が吹くとかいう幻想にはまってる。核さえ持てば中国に楽勝と思ってる今の日本も変わらんやろ。あっちからすれば核なんて撃たずとも食料輸出停止すればいいだけなのに。思ってるのは日本じゃなくて一部の想像力が欠如したバカだよ。一部のバカを日本で一括りにするのはやめるんだ。それ言うならまああれだってそうだからな。上司令塔がバカだとしわ寄せはそのまま民に行く。後に羽の生えた巨人も出てきたので、それを予測していたマーレ上層部の先見の明が光るまでねえ。ポルポト派の子供兵部隊や、大戦末期のヒマルラー幽玄都師団みたいに、子供兵士の純真な愛国心に、国家と民族の命運をかける、みたいな異様なメンタルの同調圧力がマーレ軍上層部には存在してたのかもしれん。それくらいしか考えられない異様なドグマ。マーレが今までなんとかなれでうまくいっちゃってたツケが回ってきたってやつだ。思った、もっとこっそり侵入できるだろ、情報もっと集めろ、そして貴重な巨人を送り込むな。まずスパイ潜入させて始祖の位置確認してから巨人投入だよな。なんで巨人にスパイ兼任させとんねん。悪道感想まとめってないのかな。画集買った民おる？買ったわ。人暴れした後に孤児として紛れ込ませるのはわかる。せめて壁に到着するまでは無垢を操れるジークか運搬力のピークをつけてやれよ。港から壁まではアギトと女型で交互にマラソンすれば余裕よ。壁に着いたらいい具合に潜入してうまいことを受け見つけて、なんやかんやで始祖奪還してどうにか帰還するだけの簡単なお仕事。調査兵団が馬と立体起動装置持ってても犠牲ばっかりで全然進まなかったのに、グリシャやライナーたちが港から壁まで到達できたのって何か特別な理由あったっけ？当時の調査兵団は知らなかったが、巨人の密度が高く難易度が高いのは壁の近くだけなんや。こうから壁に行くまでは比較的イージー。エレンが未来から誘導したんじゃ。巨人は原則人の多い方に向かうから、人がいる壁の方に密集するというか、そうじゃなきゃ全自動巨人駆逐マシーンで塔の無垢殲滅をあんな短期間でできない。まああれが不定期に供給することがあるだけで、基本的には巨人が有限なのが分かってたら、壁の上で巨人引き寄せてリヴァイとかキースにひたすら狩らせてたら、割とすぐに無垢殲滅できたという。まあそれやったら大勢に消されるけど。トイストガイレベルの兵長と一緒に名前を出されたキースの心境を述べよ。子供4人に任せるのは頭おかしいけど、進撃の巨人と調査兵団とアッカーマンを加味しないなら、勝算はある作戦だったと思う。マーレ上層部100年前も勝てたんだから、いけるいける、満身タイバー勝てたの作り話なんやけど、まあ不戦のちぎりあるしほっとけえか。こんな感じか。
進撃の巨人で作中唯一最後まで飲み込めなかった設定、最終的に納得を諦めてふんわり流した。メタな話をすると、作者と制作会社としてはエレン・アルミンたち主人公側にはアニメ最終回のように誤解を解く新セリフを付け足し、イベント含めて熱いフォローをしたが、ライナーにらはそこまで丁寧に書かなくてもいいやってことだろうな。このスレでもライナーにベルトルトのことが語られてるけど、立場上エレン・ミカサ・アルミンと比較されがちだけど、主人公組とは似て非なるものだよ。島中ムクまみれにしたせいで到達前に知性巨人持ちの子が人食われてんだよね、バカかな。ムクを塔にばらまいて壁内人類に軍事関連の技術ツリーを対巨人戦術全振りという本意にあったら、誰も選ばない見えてる地雷みたいなドクトリン選ばせたつもりが、始祖奪還作戦に対してトップメタという当時の考察で、ライナーたちのあまりのライブ感に、ここはゲームの中の世界で、猿の巨人や超大型巨人のスキンをつけたガキのプレイヤーが腹いせに暴れているのでは？なんてのがあってな。アッカーマンがいなかったらなんとかなったんじゃないですかね、花星。9本米印始祖の巨人の能力が発現した時、ベルトルトはライナーのことと失態も相まって死にたくなっただろうな。大丈夫。まあ、あれ上層部同様何も考えてないから。考えてないのは存在してないのと同じだから。そもそも存在してないから、あれほど良心の呵責で苦しんでいたライナーと違ってベルトルトに来た非念慮なんて存在ないんだよ。さあ安心して。イカレポンチはてめえだろ、その発想。すごい差別的だね、てめえがな子供なネトさよ。